こんにちは、ジーフのミノです。12月22日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は国生さゆりさんや安めぐみさんなどの誕生日ですね。今日誕生日の方おめでとうございます。さて、本日は室内ストリートビュー、物件追加しましたので、そちらをご紹介させていただきます。ホームページツイートにもございます。はい、まあ、360度パノラマ、 Google ストリートビューのようにですね、いろんなところを行ったり来たりできる間取りも連携してますので、赤ポッチ見たいところですね、クリックして360度見ることもできます。はい、こちらの物件はレオパレスクレシアという物件で、レオパレスですからね、家具家電付きの物件になりまして、はい、こちらが、辰ヶ丘にありますけどね、辰ヶ丘のセブンイレブンの近く、セブンイレブンまで徒歩2分の場所ですね。はい、また、VR、こちらのコードをスマホで撮ってゴーグルに入れれば、その場にいるような体験もできます。こちらの物件はですね、収納が多いんですよね。普通のこうクローゼット以外にもベッドの下の収納、なんとこのベッドに登っていく、ちょっと見にくいですけど、登っていくこの階段ですね、この階段の中の収納になっているんですよね。で、テレビの下、テレビの上、またベッドのこの上の方にもですね、収納もあるんで、結構思ったより広く使えると思いますね。はい。現在こちら、一部屋入居可能なお部屋がございますので、気になった方はご連絡といただければと思います。はい、本日ご紹介させていただいた物件はこちら、またその動画はこちら、クリックで見ることができますので、気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。